今日は、はい、ジャックが、はい、もうベトナム帰るってことで、カンタ時々ちょっと嫌だ、カンタじゃない、カンタがいやらしい帰ります、帰りますあっさりすぎだろ帰りますって言ってもうちょっと寂しがってよ。おはようございます。おはようございます。すごい朝から元気ですけど、6時なんですけど、まだ2日酔いなの、昨日酔っ払ってないって言ってたじゃん。すごい、なんかその居酒屋店とか社長に、はい、いじめられてから、いじめに説教くらってすごい飲みました。はい、で今日は、はい、どうジャックが、はい、もうベトナム帰るってことで、もう戻ってこないの。そう、なんかもう、いやなんか肩、まあ、あいつもともと肩悪かったんだけど、うん、でその肩の調子が良くなったらまた戻ってきたいってこと言っとんだけど、うん、いやそんなんできるの。そう、できるできる。ちょっと半年後ぐらいに戻らないってなってたけど、やっぱ半年後戻りたいみたいなの。あ、できる、それを組合に連絡してんだけど、まあ、それはいつになるかわからない。やっぱコロナの時期もあるし、まあ、そうですね。それで今から福岡に行って全体寂しくなるの。寂しいよね、だってあいつが一番日本語うまいし、ね、めっちゃおもろいよね。面白い。でもなんかみんな上手だけど、よくはつぼ抜けてうまいじゃん。そう、なんか日本人でいけるよ多分普通に早口で喋ってもあいつ聞き取れるからさでもこの前パーティーしたもんね。そうですね、みんなで。ジャックさん寂しそうじゃなかった全然。いやまあそれ帰りたいでしょ、ね、分からん、あいつが。え、ちょっとなんか寂しいかなって言ったら、みんなのこと嫌いだからって言ってたよ。そうだ、うん、みんなのこと嫌いだけど、ミオのことは好きって言ってくれた。来るのやめようかちょっと俺どこ行くわ。もうみんなのこと嫌いだから帰るとか言ってた仕事も嫌い、みんなも嫌いって。本当に。うん、だけどミオのことは好きって言ってくれたから、まあいいかと思って。よくねえぞルックさん、おはようございます。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 帰っちゃうんですか本当に。戻ってくるよね明日には。はい、明日戻ってくるって。いや戻ってないですはいって言ったと思います。あの写真じゃないんですけど別に時間ない時間ない、早く行こう。昨日何やった最後の夜。10分の夜です。寝る。はいね、最後の夜なのに。友達もあった。彼女は。彼女は昨日帰った。あ、帰った。はい。泣いた泣いた。はい、泣いた。寂しいよね。みんなも寂しいって言ってたから明日帰ってきてください。いえいえ、行きませんです。行きません。はい、またいつか戻ってくるかもしれない。いでもルックさん、みんなのこと嫌いだけどミオのことは好きって言ってくれたもんね。ほら、ほら、ほら、いや言ってないですよ。嘘つかないでよ。じゃあミオ、あのみんなのこと嫌いは自分で言ったよ。だって仕事嫌い、みんなのこと嫌いってね。みんな嫌いじゃない。嘘ついたの。それ嘘です。嘘ですね。みんなのこと大好きです。よく、はい、あの日本に来て、はい、一番楽しかった思い出は。楽しかった、うん、わみんな遊び行ったっすね。みんな遊び行った。みんなで遊び。旅行ね。どうぞ。どこ旅行のとこ。あー、千代田と東京、あ大阪。そう、いっぱいいたな。いっぱいです。大阪は多分出張だろ。いや、そう。あああの出張であれだろ、夜楽しかったよな。いや、そうみんなでお酒飲んで飲んで、いや日本語勉強して。そう、日本語勉強したな。お金払って日本語勉強したよね夜に飲んでから。そうそうそう、勉強。それについでた保護者として勉強できたかな。勉強できたんです。それね、次の日にはもう忘れちゃってるかな、それは。最悪だね、もうこれでみんなもう察することができました。最悪です。でもそれも思い出だよね。ズックもう今もう帰るじゃん。じゃあこいつは一番嫌いだったっていう日本人教えて。嫌いだった人いるか。もう今もう日本にいないから誰にも言わないから。はい、それちょっとこいつ嫌だったなみたいな。
で一番好きだった人と一番苦手だった人にしよう。嫌いじゃない、なんかちょっとこいつあーみたいな、わかる。はい、嫌だなみたいな。じゃあ好きな人が一番好きだった人、じゃあまず好き、好きは日本人は自由人操作一番じゃないよ、みんなやそれも一番じゃない、みんなやいや、じゃあでも翔さん、龍二さん、カンタさん多分みんな好き、嫌いじゃないし嫌いな人いない、嫌いない人いない、うん、で、ちょっとこいつ嫌だったじゃあ俺当てていい、うん、トシ君、いや、トシ君嫌だじゃないし何カンタ、時々ちょっと嫌だ、カンタじゃない、カンタが嫌らしいそれ本当に でも今好きな人で名前出てきたのに時々や時々ちょっとカンタ話も聞こえない、あ小さい声が小さいよね、あいつ声本当に俺らでも聞き取れんもん大から聞いないです、それ声が小さいから、小さいからだけ、あとちょっとうるさいよそうだよな、面白いね、カンタも好き、カンタも好き、はい、一番話いっぱいでカンタトシ君、そうだな、はい、日本語覚えます、トシ君いっぱい話してた、うん、はい、日本語なんでそんな上手いの、お前みんな毎日話すときを覚えます、うん、はい、勉強しないです、絶対、うん、みんなの会話だけで覚えたって、よし、くだわるけ、日本のご飯持って帰ったですか、うまいでしょ、いっぱいね、荷物二人で一緒にボードしてた。いいよ、ちょっともうベトナム待ってるし。ベトナム出すよ。デックさん。いいし。大丈夫大丈夫。シープ聞こえてる。大丈夫。聞こえてる、めっちゃ。大丈夫。何やってんの、本当に。最近ダンス。もう一回。ダサ、なんか。初めたでしょ、ダサすぎて。チケット持ってるの？チケットある。はい、チケットある。チケットなかったらできないの？職員できないで。マジこって。日本語すぎでしょ。持っていく、カメラ持ってますか、全員怖い、なんか顔の審査とかあるのか、いいなぁ、カットだ、使うよ、休み明けんの休みあるのか、あるよ、みんな足伏せる、あるよ、みんな気がたいです、あるよ、チェックされたり、あんまり大丈夫ですか、うん、しぶった、いや、いや、とて日本語すぎだろ、長いし、時間大変です、はい、すいません、ごめんなさいスーパースコン何に使うの、向こうで使うんじゃない、はい、お仕事あり、仕事ない、あるあるある、絶対ない、いや、映画だけ仕事じゃない、仕事じゃない、映画、映画いやだけですね、お腹空いてますかペコペコ、お肉一番好きです、お肉だからあの、ちょっと太った3人です、食べて、いただきます、はい、食べて、いただきます、かわいい、めっちゃ食うよ、あれあれ、面白い、いいよ、食べてみる、なんだ、いただきます、
どうですか、ね、うまいって。ベトナムなんでいいんですか。何時に着くの。はい、10時なんですか。飛行機で、で何時に着くの。2時。あっち夜だ。はい、で2時にハノイ。ハノイ。そこから家何分。もう2時間。うん、そう、飛行機また。いや違う、車で。うん、そうです。パパで。パパ、パパ2時間。30歳になってもパパって言ってくれるのか。いいね。最後って感じないの。ない、普通の寂しくても結婚式した。え、結婚した。まだ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 。まだ。なんて言った？今日まで。これで終わらせようとする。最低、早いって。はい。はい、今日は僕の号令終わりました。え？聞こえますか？聞こえないです。聞こえないですか？すみません。すみません。はい。今日は5年終わりました。今日で5年終わっちゃいましたね。一番ありがとう、佐藤。ありがとうございました。はい、何？社長にありがとう。社長にね。はい、社長に。2番のみんなの足場の日本人です。本当にありがとうございました。でも帰ってきますよね。はい。多分来るです。すぐ電話します。元気で。はい。まだだを気をつけてください。ありがとうございました。ありがとうございます。パンダを。アナさん。ありがとうございました。気をつけて。はい。元気で。はい。帰ります。帰ります。あっさりすぎないの。帰りますが言って。もうちょっと寂しがってよ。アナス。アナさん。はい。ちょっと。じゃあね。ありがとう。ありがとうございました。かわいい。もう終わりかな。うん、行っちゃった。泣くなって。泣いてね。悲しいけどね。悲しい、寂しいね。